皆さんどうもパチシエルです。チャ。皆さんどうもシエルです。チャ。シエル何こんな砂漠まで呼び出してさ。今日は沈没船に隠されてるというお宝を探しに行こう。沈没船？そう、沈没船。海賊の船なのか何なのか知らないけどさ。いやでもさ、シエル。うん。シエル泳げないじゃん。どうせまた俺にやらせようっていう魂胆でしょ。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。この世のすべてを奪るこの胃袋に置いてきた。ダメじゃん、じゃあ。いらないじゃん。ダメだね、ダメだ。なんか今日突っかかってくんな、おい。ダメだ。で、いや、シエル泳げないじゃん。はあ、今時泳げなくたって海ぐらい潜れますけど、はん。どういうこと？だってそんなのないじゃん、アイテム。これあれか、海の底歩けるやつ。宇宙飛行士がつけてるやつとお揃いのやつ。これね、潜水マスクだ。そう。あとはサンサバンバン。あ、これか、背負っていくってことね。何かあった時のためのデカデカハンマン。何これ、どういうこと、何か起こるって。ちょっと試しにやってみていい？ダメだよ、それすごい強力だからダメだよね。自分の身とシエルの身を守ってくれよ。いや、シエルもなんか武器持ってよ。私はいいよ。危ないでしょ。一緒に行くつもりはあるんだね。一応マスクはつけてるからね。一緒に行くつもりはあるよ。後ろにくっついていくからさ。わかったわかった。じゃあまあとりあえず沈没船を探すところからだね。大体の場所はわかってんの、シエル？行こう。わかってないの、シエル？何やってんの、早速泳いで。まあ、ダメだ、ちょっとさ、遠いと思うわ。最初から潜っていくのは酸素が足りないからさ、まあさすがにね、ほら、イカダとかない？いや、俺は持ってないよ、何も聞かされないで来たんだから。これでもない、あれでもない、これでもない、あれでもない、これでもない、一個も出てないよ、一個も出てないんだよ。あったあった。最初から出してくれる、これ。よし、行こう。よし、じゃあこれで沈没船の方まで行けばいいのね。うん。どこにあるのよ、沈没船なんて。あ、でも結構海が綺麗だからそこまで見えるから、探せば見つかるかもしれないね。でもないね、沈没船。うん、ないね。なんか見えてきた。あ、バナナ、バナナ、バナナ。バナナじゃないか、あれワカメか。いや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 、その前、沈没船下、ほら、白い帆船が見えるでしょ。パチ君の酸素ボンベが邪魔で何も見えない。嘘だよ、ちゃんと見えるはず。ちょっと起き上がって。あるある、あ、ちょっとおい、おいてー、ごめん、ごめん。だってどっちにしろ行かなきゃいけないから、行くぞー。いた、なんか弓撃たれてる。どっかから何かが来てる。ちょっと、なんだ、どこ、あの船内で戦ってくれないと。なんそれ、それいいって。船内だから。一匹倒したぞ。どこだ、これ、こいつトライデント持ってるぞ。トライデント落とすかな。ちょっと待って、もうこれ毎回思うけど、このブーツいらない。買わなきゃいけない時に履いてよ。くれー。よし、倒したよ。トライデント、トライデント、トライデント落とさんやないかい。よし、ちょっと何も見えないな、これ。あ、いるよ。ま、いや、いるようじゃない。ワン、ツー、スリー。すごい吹っ飛ぶね。そう、すごい吹っ飛ぶね、これ。よし、倒した。トライデントあるよ。トライデント、あ、これちょ、あの、取れないタイプのトライデントやから。どういうこと、取れないタイプのトライデントで。これ掘れば取れるんじゃないの。あ、ずっと刺さり続けるんだ、こいつ。取れないタイプのトライデントもあるんだよ。あ、そうなんだ。まあいいや、ちょっとさ、よし、ここでちょっといろいろ探そう。すごい。この沈没船のどこかにライコちゃんが隠れてるよ。見つけられたらコメントで教えてね。シエルも隠れてるよ。シエル全然出てるよ。シエル見つけられた？見つかんない。よし、じゃあとりあえず探そう。よし、探そう。おお、シエルすごいね、そばまで来たね。よしよし、よし、こういう時にここでこれつけるんだよ。そう、ここでブーツを履く。そしたらすっごい早く泳げる。動けるよ、ほら、もう普通と一緒ぐらいだろう。すごいでしょ。でもなんもないね。宝箱見つけたけど、宝箱も空だ。痛い痛い。あ、マジか、マジか。何何、どうした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 。見て見て見て、来ないで来ないで来ないで。何何、どうした。うわ、サメだ、やばい、ちょっと逃げないと。くそ、うわ、お、いて、襲ってきてる。任せろ任せろ、俺がこの、あんよ、あんよ、外さないと。
このハンマーで倒すからちょっと待ってて。マジかー、頑張れ、大丈夫、やばい、でかいよそのサメ。大丈夫大丈夫、任せて。よし、早く倒さないと。シエルン大丈夫？私のことは気にしないで。どっか潜ってんな、それ隠れてるでしょ、どっか頑張って。あったあったあった、よし、痛い痛い痛い、よし、サメを倒さないとここから脱出できないからな。くっ、うっ、暗い、よし、もうちょっとだ、暗い、よし、暗い暗い暗い、あ、逃げてった。うー、よいしょ、シエルン、どこ？ここだよ。どこだよ、どこ。もうずるいな、そんなところ一人で隠れて、こっちは大変だったんだぞって。よいしょ、あ、お疲れ様でした。どうでしたどうでしたじゃないよ。まあでも引き返したよ、サメは。え、すごいね、サメも撃退するハンマー、すごい。いや、俺がすごいんだよ、一生懸命戦った。それ使いこなすパチ君もすごい。まあちょっとさ、とりあえずさ、海賊船の中探してみようよ。チェスト見つけたよ。あった？どこどこどこ。うんとね、あ、それそれ、ここは空なのか。他にもあるのかな、ちょっと探してみようよ他も。絶対だって宝があるって言ってきたんでしょ、シエロン。そうだよ。じゃああるはずだよ。うー、大きいねこの船。全然上がれない、ここ。何この潜水ブーツ、二度とつけない、もうなんだよ、さっきこういう時につけるんだって言ってたじゃん。いらない。わ、土砂が、これ土砂どけたらドア入れ、ドア壊して。え、埋まっちゃって何もないよ。あ、ベッドが出てきた。お、ベッド、あ、すごい、うん、なんかあるかもしれない。探せ探せ、この世のすべてがここに詰まってんだぞ。あ、ちょっととりあえず疲れた。え、何やってるの、探さないと。シエルは何もしてないからいいかもしれないけど、こっちはサメ一匹と戦ってね、ヘロヘロロ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 、水が。そんなヘロヘロじゃないくせに。いや、なんでわかるんだよ、ヘロヘロじゃない、ないわかるよ、ヘロヘロだよ。よしよしよし、お、こっちありそうありそうありそう、なんかあるんじゃない。お、松明が出てきたぞ。この辺にきっとある、あれだけの土砂をかき集め、何も出ない、どこまでも土砂で何も出ない。もうじゃあここないよ、シエルン。なんでだよ、もうないんだよここ、くそ、ハズレだ。じゃあここサメとせっかく戦ったのに。おかしいな、他にもあるのかな沈没船。シエルン、酸素が切れる。やばいやばいやばい、後ろの酸素ボンベないの。もう予備とかさ、さすがに持ってきてるわけないか。だいたい準備なんかしてこないんだもんね、シエルン。ひどいな、あ、これ貸してあげたじゃん最初に。準備してきてなかったらないはずだろそれも。でも持ってきてないでしょ、後ろの酸素ボンベは。もう持たない、持ってきてないわけないじゃん。あ、持ってた酸素ボンベ、偉いんだから。なんだよ。よし行こう、他ちょっと探してみよう、シエルン。よし行こう。マジエロー、もうやっぱないね、もう帰ろうよ。他も探そうよ。やばい、サメがいる。さっきのサメ？どうだろう、ちょっともうちょっと近く寄ってみ。待って、いっぱいいる。めっちゃいる。どうしよう、あれは無理だよパチ君。戦うとかそんなバカなことシエルはしないからね。めっちゃ持ってんじゃん刀。で、待って、その先になんか神殿みたいのがあるよ、先に。ほら、本当だ。え、でもさ、そうしたらこのサメ突破しないといけないじゃん、どうすんの。倒すしかない。本当に倒すの、二人でこんな数を。大丈夫だ、任せろ、俺が先に行く。くらえ、食べられちゃう食べられちゃう。せっせっ、痛い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 よ。シエル、戦ってくれてる。戦ってる戦ってる。痛い。あ、でもこいつら攻撃力はそんなに強くない。よし、一匹倒した。よし、倒したぞ。え、よし、もう一匹倒したぞ。え、ちちちい、あ、ちち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 、血が出てる、血が出てる、くそ、いてててて、いてててて、まだいた、やばい。チェイス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 、うー、倒した。うわー、やばいやばいやばい、あと一匹、こいつだけだ、くらえ。最後の一匹、あれあれれ、最強のパチシエに恐れおののいて逃げちゃったかな。ずっと血出てます後ろで俺大丈夫？いや大丈夫じゃないよ、もうあと4分しかない。ボンベが、行こう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 、よし行こう行こう、よいしょ。お、待って待って待って、なになになに、チェストだチェスト。お、チェストある、よしよしよし、あ、開けます。きっとこの中にね、
おい、どうなってんのこれ。これはね、石炭はね、いろいろ使えるし、小麦はそのなんかあれだ、農家にプレゼントして、金塊ぐらいかな。金塊なんていらないんだよ、他にないの。こんだけ。待って。上はしょっぺーですわ。あ、上にもあるよ、チェスト。いや、どうせまた外れでしょ、言うてさ。見てみよう、これ。よし、じゃあ開けるよ。せーの、うわー、すごい。ダイヤと金インゴット、鉄インゴット、ダイヤ、すごい。と、これ何？明らかに海賊の宝みたいの入ってるけど。オッケー、じゃあ俺ダイヤと金塊と鉄のインゴット持っていくから、シエルンはその、おかしいだろ、ドクロぐるぐるぐる、嫌だ。なんでおかしいだって。すごい大事な宝かもしれないだろう。いや見てよ、なんかまがまがしいよ、なんか起きそうじゃん。いや持ってかないと。じゃ行くから俺。じゃね、ちょっと待って。ああ、私こっちで操作できるんだよな、酸素の残量。そんなのずるすぎん。持っていくよ。じゃあそんなのずるすぎん。もうでもすぐそこが上ですから。すぐそこが上、そこなのに上、おかしいな。早くもう泳いで陸に戻ろう。行くぞ、よーし、よし、まあ無事に帰ってこれたね。うん、何だったんだろう、あの宝。わかんないけど、まあ持っても何もなかったからよかったね。よし、じゃあとりあえず帰ろう。帰ろう、船で帰ろう、イカダで。なんだ、サメだ。でかシェル、逃げろ、食べられない。やばい。てか、なんで陸が大丈夫なんだ、あの魚、サメ。魚じゃないだろ、どう見てもそれは。やばい、早く逃げよう、逃げよう。どっちに。とりあえず逃げれる方に、逃げれる方に。3回ぐらいもう食べられてる。ギリギリ食べられてない。早く、急いで、シール、口の中入ってるよ。やめてください。とりあえず逃げよう、シール。てか、なんであいつ陸も大丈夫なんだ。わかんないよ、なんか突然変異なんじゃないの。まだ追っかけてくる。シエラ、もう夜になっちゃったよ、走って逃げてたら。わー、すごい綺麗。いや、綺麗じゃないよ。やばい、早く。まだ来てんの。帰ってった。夜になったから帰ってったのかもしれないね。そういうこと？帰ってたね。夜だから？じゃあ昼間活発ってこと？そうかもしんない。どうする？明日の朝ももしかしたらまだ襲ってくるかもしれないよ。どうする？こういう時はセキュリティを作ればいいんじゃないの？って思う子はチャンネル登録と動画の高評価をしてね。あんなでっかいサメに対してのセキュリティ思いつくの？任せろ、俺を誰だと思ってんだ。イエーイ、お金に目がないパチシュウくん。一言多いな。よし、じゃあ明日の朝までに早く用意しちゃおう。行こう。じゃあシエルン、早速セキュリティを作りたいんだけど、朝までそんなに時間がないから、うん、1個のセキュリティで必ず撃破しよう。わかった、いつもみたいに何個も作らないんだね。そう、今回は1個だけで、今回はいい作戦があって、さっきね、近くをさ、探してたらマグマだまりがあったんだよ。ちょっと来てくれる？マグマだまり？この先、ほら見て。あ、ほんとだ、おっきいね。ね、結構深そうでしょ？うん。あれを使って撃退したいと思うんだけど、あの幅にはさ、サメを落とすことはできないでしょ？あれじゃ足りないよ。なんで、今回は、シエルンがおとりになって、箱の中に入れるところから始めないといけないんだ、サメを。あー、なるほどね。私がおとりになって、あのサメを箱、無理だよ！どこ行った？無理だよ。いや、まあ、じゃあとりあえず大きい箱を作ろう。よーし、シエルン、箱ができたね。疲れた。簡単に言うと、この中にサメを誘い込みます。こうやって俺らがね、おい、こっちだって言って、で俺らは脱出口を作んないといけないから、うん、扉にしよう。じゃあ扉つけるよ。うん、扉つけといてくれる？じゃあ俺は遠隔のスイッチをこの上につけておくわ。
問題はここにどうやってあのマグマを持ってくるかなんだけど。そうだよ、どうやって持ってくんの。このホースプーリーってやつがすごくて、こことあっちのマグマをパイプでつないで、こっちに出てくるようにできるんだよね。すっごー。よし、じゃあこれでやっていこう。よしシエルン、これで完成。よし、完璧ではないか。かなり大掛かりだけど。よし、下に降りてサメが来るのを待とう。もう朝になっちゃうしね。よし、行くぞ。さあシエルン、きっとサメが来るよ。来るかな、来るかな。あ、来た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 。やっぱり来た。昼間になったら動くんだ。よし、来るよシエルン。早く早く逃げて逃げて。逃げろ逃げろ。よしよし、うまく誘い出せてるかな。うわー、よしよし、いい感じいい感じ。早く早く、閉めて閉めて。よしよしよし、よしよし、早く早く、シャッターシャッター。あ、じゃあ俺がちょっと誘い出しとくわ。ここで分かった。ほらこっちだこっちだ。ほらほら、でも通れないだろう。よしよしよし、シャッターのスイッチ押すよ。よしシエル、シャッター、それそれ。よしよしよし、しまった、閉じ込めたぞ閉じ込めたぞ。よし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 、じゃああとはマグマ、マグマをせーのオン。あ、来た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 、シエル、すげー。あ、出てる。あ、燃えてる燃えてる燃えてる。いいぞいいぞ、作戦大成功じゃんシエル。パチ君すごいね。すごいでしょ。これであのマグマを全部吸い上げてこっちに持ってきて、ここはもう完全にマグマだ。サメさん、海に帰れずマグマの海に帰っちゃうなんてかわいそうに。でも襲ってたらダメだよ人を。そうだね。しかもなんでこんな大きい、もしかして宝を守ってたのかな。え、悪いことしちゃった。いやいや大丈夫でしょ。もうもう、これはだって俺らを襲ったのがいけないんだし、しょうがないよ。サメさん、この世は弱肉強食、我々が強かったということ。またの挑戦をお待ちしている。うわシエル、サメ倒したよ。消えた消えた。よし、パチシエ勝利。やったね。今回のセキュリティは結構強かったんじゃないの。強かったな。これ今度から使おう。いやでも大変だぞ。え、シエルンがやるんだよ。え、やだよ。コメント読みのコーナー、パチパチパチ。今日もパチシエ面白くて最高だって。パチシエはいつでも面白くて楽しくてかっこいいくて可愛くて美味しいんだぞ。美味しくはないね。でも面白いのは確かかも。ありがとう。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。